さんと、まあ、お客さんとのことなんですけども、お客さんと、まあ、営業中普通に、まあ、お酒飲んで楽しくねしてたんですけど、その後ねお客様がトイレ行きはって、でまあトイレから戻ってきて、でまた楽しくねワイワイしながら飲んでたんですけども、急に従業員が「うわなんじゃこりゃ!」って言うんですよ。何やろって思ってパッて見に行ったんですよ。そしたらトイレの便器あるでしょ、こうこの部分です、この部分の下にこんなでっかいうんこあったんですよ。えってなって、最後それをまさかの僕が処分しなきゃいけなかったっていう話です。